発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に先行賞する体当たり企画です。9月18日月曜日、新しい1週間の始まりですね。22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、もうね、かたくなに、ツイッターが X になってもなお、発見ツイッター探偵団ね、今日のツイートリツイートね、これを使うということに徹していきたいと思います。本日もお相手は副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして MC は探偵団団長、長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。私事ですけどね、もう金曜日からちょっとずっとこう俗世間から離れておりましてですね、全然報道とか見てないんですよ。もうツイッターも、なんていうか、まあ、夜のね番組は出ていましたけど、意外とちょっと4日間もいろんなメディアに接してないとね、浦島太郎状態なんで、副団長今日は支えてください。よろしくお願いします。僕も今週は地元 の神社の祭礼だったので、うん、もう結構地元張り付きで、あんまり新聞テレビ見てませんけど頑張ります。なるほど。明日はなんか質問だそうで、はい、そうなんですよ。明日、もう準備万端で一般質問、いや今日これから徹夜です。もう見越しで体ボロボロですけど、もう鞭打って、質問作ります。質問っていうのは、その事前通告っていうのはするんだよね。もちろん1週間前ぐらいにして、質問の骨格はね、ちゃんと一応できてます。骨格はもう言ってるんですね。骨格はもうできてます。はい、で一応、ある程度のこういう答弁ができそうですよっていうのは、いただいてるんですけど、ちょっとノリトっていうかね、そこがもう全くないんで、これが徹夜で作ります。あれ、向こうからどういう、例えばこういう質問をしたいと思うんだけどっていう時に、向こうからちょっと答弁のイメージなんていうのはくれるんですか？くれますね。要するに担当者というか、課長レベルでこう答えたいと思います。でも、部長がダメだったとかですね、最後は区長がダメだとか、途中でひっくり返ることは当然想定内なんですけど、要するに相場として今の事務方はこういう答弁になると思いますよっていうのは、あって、それに対して上から政策判断がね、いろいろ出てくるわけですよね。はい、こういうね、答弁になると思うけれどもって言われて、その答弁がちょっとそれは答弁になってないなとかいうようなやり取りっていうのは議会で事前にあるんですか？事前にというか、事前にそうやって細かくちゃんとした答弁がもらえるように交渉できる時もあるし、もう完全正面衝突だなっていう時もあって、今回、明日の質問じゃなくて、その後決算の委員会があるんですけど、ここでは、区長の矛盾を、しっかりと、追及します。例えば質問通告してないことを質問したエリアなんかするっていうことはありなんですか？ありはありですけど、通告 してなければちゃんと答弁できないことが多いですよね。ゼロ回答ね。はい、そういうことね。国会の場合はね、もう質問通告してないことばっかり来るんでね、なんかこの質問でいきますよっていうと、それに関連した質問を3つか4つぐらい答弁を全部用意するんですよ。でその場で、私が経験したのは政務官程度なんで、大体テーマが限られていることなので、代わりに大臣が答えてくれみたいな話になった時には、やっぱり質問通告外のね、ものがやっぱり多くてね、国会もね、始まるやに聞いております。10月、なんかね、今日ちょっと野党の議員と少し一緒になったんですけど、11月の下旬にあるいは中旬にもう総選挙があるかもしれないから準備しているようなことを言ってましたよ。そんな話もね、今日お題に出るかもしれません。ちょっと前置きが長くなりました。はい、それではライブ冒頭の告知文です。文化人2
サブチャンネルがついに文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを開始いたします。文化人メインチャンネルと文化人サブチャンネル2の両方を見れて月額490円、ぜひ、ニコニコメンバーに参加して、応募をお願いよろしくお願いいたします。そして引き続き YouTube メンバー限定も受け付けておりますので、こちらもお楽しみいただきたいと思います。では本日のお品書きです。一般公開ライブ22時25分の段階で1700人のご視聴がありましたならば、15分延長して22時45分までお届けする1700人ルール、これは月火水の3日間で、木曜日はこれから毎週ですね、ゲストをお招きすることといたしましたので、本日は1700人ルール適用ということですので、ぜひ皆さん、このままチャンネルにいていただきたいと思います。岸田改造内閣、陸自の高機動車流出、食料安全保障、そしてメンバー限定ライブでは今こそ安倍元総理のお言葉を、外国人材受け入れ 86% が必要、そしてメンバーレベル2、月額390円にご登録いただいて、チャット投稿、そしてご視聴をよろしくお願いいたします。はい、それでは岸田改造内閣1番参りたいと思います。夕刊フジ編集局の、ツイッターですね。まあ、青木の法則、あるいは青木律という言い方をしますけども、まず、毎日新聞の記事をご覧ください。16日17日の両日、全国世論調査を実施した結果ですね、支持率は 25% で、前回の 26% から1ポイント減の、まあ、横ばいということになりました。まあ、内閣支持率は相次ぐマイナンバーのトラブルなどの影響で6月以降下落が続き、8月から横ばい傾向となっている。人事の刷新による政権の浮揚効果は限定的だった模様だ。これで、岸田内閣として過去最低の支持率だった22年12月は政治と金などをめぐる閣僚の辞任ドミノに見舞われていたと。まあ、ちょっと記事は以上とさせていただきますけれども、まあ、先週共同が6ポイント増なんていうね、結果を出したりですね、まあ、内閣支持率が注目されるところなんですけれども、ごめんなさい、夕刊フジの記事ですね。改造して支持率が 25%、 自民党の支持率が 26% と合わせて 51%、 青木の法則で政権維持が難しくなる 50% の寸前ですと。副団長いかがでしょうか。はい、まあ、まずはですね、毎日新聞の調査なので、まあ、信用には当たらないと。まずそこがベースですね。でそして政党支持率についても、出てるんですけども、まあ、毎日新聞が大好きな政党の支持率は上がっていて、毎日新聞が嫌いそうな、政党の支持率は下がっているって、まあ、こういう、数字を出してきているんですよ。まあ、読み上げませんけど、まあ、なんていうかな、こう、願望、世論調査ですかね。ということで、まあ、そんなにはですね、大したあれはないんですけども、まあ、それでも一部の信憑性があるかどうかということで、まあ、注目点としてはですね、岸田、内閣、岸田さんに、続けてほしいかっていうと、すぐ辞めてほしいが 51% でもって、なんだ、次の任期いっぱいまでとかですね、そういう人がほとんどこういなくて、まあ、要するにこう早く辞めてほしいという人が圧倒的に多いですよという、まあ、調査結果が出てきて、まあ、パーセンテージはともかく、まあ、続けてほしいというより辞めてほしいという人の方が多いんだなっていうぐらいのトレンドは分かるような、パーセンテージはね、なんか鉛筆舐めてるかもしれないんで信用しないんですけど、まあ、それでもこうひっくり返してはいないだろうということを考えると、
せっかく内閣改造しても辞めてほしいと思う人のが多いという状況だけはですね、これは、事実として認識してもいいかもしれないですね。で、まあ、これについては探偵団で申し上げてきましたけれども、やっぱり内向きの自分の総理総裁を続けるための人事だなと、国民のための人事には全然響かないなというのがやっぱりあるのではないかと思います。あ、お声が音声出てないです。あ、団長声が出てないです。副団長、今紹介していただきました、2番お願いします。門田隆昌さんのツイートですね、まあ、今触れてもらいました、早く辞めてほしいが 51% で最も多く、次に、自民党総裁任期までが 25%、 できるだけ長く続けてほしいと、分からないはともに 12%、 要するに辞めてほしいが大勢で納得ということです。まあ、やっぱりね、国民の評価をよそにですね、やはり1にも2にも来年の秋の総裁選に向けてという一点に関して言えば、極めて緻密なこの人事ですよね。これ、まあ、他の番組でも解説を私もしたり、あるいは解説してるパネラーの方がいらっしゃるんですけれども、例えば河野太郎さんなんていうのは、これだけマイナンバーで大騒ぎになってるんだったら、普通なら変えるわけですよ。なんで河野さん残るのかと、まあ、最後まで仕事をやり遂げさせるという、まあ、決意めいたものを、まあ、見せてはいるもののですね、普通やっぱ外しますよね。ところが閣僚に入れておけば、この1年間はなかなか派閥の、行動、また総裁選に向けた動きをすることができない。あとは、まあ、ちょっと最近ここ数日やり玉に上がっているようですけれども、加藤鮎子、加藤浩一元幹事長の三女の方ですね、まあ、私もよく存じ上げてます。まあ、正直言って全く実績がない方です。で、そういえば異次元の少子化対策っつってやるわけですよね。で、異次元の少子化対策で一番そのハードルになるのはやっぱ財務省ですよね、まあ、僕らからしてもね。ただ、岸田さんは紐を固くしたい側の人たちの手足になってしまっているので、異次元の少子化対策をですね、当選3回目のそれこそ財務省も関わる、厚生労働省も関わる、経済産業省にも関わる、ありとあらゆる省庁にまたがって関わることを、その加藤鮎子大臣になぜ据えたかというと、これはやっぱり派閥で遠藤利明さんに、なんとか彼女を入れてやってくれと言われたからというような部分で、他にもね、もういくつもあるんですよ。で、そういう点では本当に国民の声を聞いてない人だなということを痛感いたしますね。で、3番ちょっと参りましょう。高橋洋一さんで、これはね、逆に、まあ、米国に言われたからなんでしょう。まあ、林外務大臣がこれからどういう党内での動きをするかということを私は注目してるんですけども、林元外務大臣は外遊中に首もうびっくりされたと思いますよ。現地で知ってるんですから。岸田派内で岸田氏を脅かす存在でないので、座敷牢にも入れなかった。米国からの情報漏洩疑惑の圧力があったかも。木原元副長官が目立つとは情けないが、後任の村井副長官も財務省出身、首相補佐官が矢田氏が一番サプライズ、自民取り組み連合分裂、国民民主党連立への布石ということで、まあ、この辺のことについて副団長いかがですか。
そうですね、まあ、林さんが、まあ、もう安倍元総理の頃からというか、もう、ハニトラかかってるから、外務大臣なんかしちゃダメだよと、アメリカから言われていたのを、まあ、自分の派閥の都合で、まあ、外務大臣にしていたと、そうですね、でもいろいろ、まあ、やってみていて、これは全然その、国民の人気も、あるいは、党内の人気もそうなんでしょうけども、上がらないなと、自分の、手強いライバルではないというふうに、まあ、見なしたっていうことですよね。だから逆に派閥のことをしっかりやってくれとまで申し送りというか押しているわけですよね。そういう意味ではこう自分の都合で外務大臣ずっとやらせていて、まあ、岸田さんとしては人事の岸田としては大成功というですね、まあ、お喜びに満ちたお気持ちになっていらっしゃるんだろうと思うんですね。で、河野さんがマイナンバーカードの問題でまあ、皆さんに突き上げられていると、これも続けさせることで、まあ、ちゃんと、最後までやりなさいよと、ちゃんとできなかったら、まあ、河野さんの評価はもうボロボロになるし、まあ、ちゃんとやったらちゃんとやったでそれ当たり前じゃないかっていうですね、まあ、話になって、まあ、これも岸田総理としては損をしない話、人事の岸田俺は素晴らしいというですね、まあ、そういうことなんでしょうねと。で、まあ、党内はそういうことで、今、団長もおっしゃった通り、全然国民にとってこの人事でこの政策がこういうふうに良くなるっていうですね、ものが何にも感じられない。まあ、それは支持率も上がらないよねと。唯一、私も、思っているのは、この矢田さんをね、取り込んだことで、まあ、国民民主党から連合の右派、まあ、旧同盟系、これをこう自分の側に、つけたいと。で、これは岸田さんの思惑と、まともな日本国民の思惑が珍しく一致する内容でございまして、これはしっかりと取り込んでくださいと、連立に向けて頑張ってくださいと思います。林前外務大臣の件については、まあ、いろんな見方があると思うんですよね。で、僕はね、岸田総理としてはまだ続投させたかったんじゃないかなって実は思ってるんですよ。というのは今回の、閣僚人事でまた党内人事で唯一野に放っちゃったのは林芳正さんなんですよね。それ以外は全部内閣か自民党の、まあ、今ももはや4役になってますけども4役に収まっている。特にやっぱり茂木幹事長、まあ、自民党の中の不分立として幹事長はその次のやっぱり総裁選には、まあ、総裁を応援するよと、まあ、こういうのが今まで その慣例みたいなところがあって、で僕は茂木幹事長がよくお引き受けになったなと、逆にちょっと不思議な感じがして、います。まあね、これはあくまでも私の考え、あるいはそれぞれの考えで、当たっているかどうか分かりません。もう全ては岸田総理の心の内にあることですので、まあ、いずれにせよ林芳正さんの今後の動きというのは非常にやっぱり僕注目するべきことかなと思っています。で、そんな中ですね、4番参りましょう。なんとですね、これも私はこの番組の構成をいただいたときに初めて知ったんですけれども、高市早苗大臣がですね、内閣総理大臣臨時代理第2位に指名をされたということなんですね。で、高市早苗大臣が岸田総理からそれだけ信頼されていることがうかがえるということなんです。まあ、私は逆の考え方もあるかなと、まあ、その考え方もあるけれど、つまりこれもですね、岸田さん側からすると、まあ、高市さんに僕は効果はないと思うんです。効果はないと思うんですけども、高市さん、私もね、あなたにものすごく期待してるから、ね、しっかり
私を支えてくださいね、ね、政権として支えるという意味と、あと来年の秋の総裁選挙、いろいろご配慮いただけませんかみたいな、ちょっとそういう気持ちがあるんじゃないかと、ちょっと邪推をしてみるんですけども、九段長のお見立てはいかがでしょうかね。はい、自民党内の人事をに精通されている団長がね、こういうふうにおっしゃってる、精通はしてないから大丈夫そうなんだろうとは思うんですけど、第一次岸田内閣の時も、実は高市さんは同じぐらい、高く処遇されてますよね。なので好き嫌いはともかく、その当選回数とか議員の年数とか、あるいはこの大臣の経験の数とか、そういうことで、ここは岸田さんは、そこは岸田さんらしくというか、古い慣例に非常にこう忠実な人事をやる人なので、そういう観点から、自動的にというか、例外的な、こう排除をしないで、位置づけて、で、それが高市さんにとっても、その支持者にとっても、それはそれでプラスでしょと、そういう私のニュートラルな人事かなというふうに思っております。で、これを生かすも殺すも高市さん次第だと思います。はい、ありがとうございます。ジェイさん、この休みの間、私ちょっと出席ができなかったんですけど、日本会議の奈良と、あと、高市早苗を総裁にする奈良県民の集いでね、結集しているわけですけども、やっぱり自民党からですね、保守離れがすごく多くなっている中でね、ぜひ高市さんも自民党の総裁にする、ここで何か変わるだろうというような気持ちをね、共有してくださる方々が多くなるとありがたいなと思っています。5番参りましょう。これ私ちょっとびっくりしたんですけども、読売新聞の記事ですね、昨日の記事です。なんと陸上の高機動車流出、日本に逆輸入された車両も自家用ナンバー交付と、逆輸入された車両もあることが調べて分かった。解体して輸出後に現地で再び組み立てられた車両とみられ、2両の現物を記者が確認した。記者が逆輸入された場合、自衛隊車両への偽装など安全保障の観点でリスクが生じる。耐用年数は14年を過ぎて入札で売り払う際、悪用を防ぐため陸自は破壊して再使用できなくすることを落札者に求めている。本市は今年2、3月に栃木、長野両県で逆輸入された2両を確認した。自家用車のナンバーをつけ、形状や各部の特徴が陸自の高機動車と一致、運輸省に情報公開請求した結果、輸入の際に税関が発行した自動車通関証明書が開示されたということです。経営者によると、車両はフィリピンのオークションで購入した。オークションに出回っていたということです。これを見て、小野寺一則さんが、本来ならばスクラップされる、払い下げされるはず、これは大問題と。鉄国の欺瞞工作や車両への偽装によるフェイクニュースに悪用される恐れがあり、何よりも性能が分析される危険もありますので、防衛省に管理の徹底を求めましたということです。副団長いかがでしょうか。はい、いや本当にこういうところとても心配ですよね。ちゃんと正規に考え抜いて輸出をするっていうことならばいいんですけど、出ちゃいかんと思っているのに出てましたとでこれフィリピンだけじゃなくてタイとかいろんなところで
まあ、神塚とかね、いろんな人が手に入れちゃっているらしという、まあ、報道を、まあまあ、目にするわけですよ。で、その神塚ならいいんですけど、でも神塚と同じように敵国の、まあまあ、分析のためにも持ってかれてるわけですよ。で、そして実際に日本を敵国として認識している国が我が国の周りに複数あって、でその国は徹底的にですね、日本国民と自衛隊員を殺傷するためにですね、まあ、こう非常なこう、投資と努力を重ねているわけですね。そういう、人たちに、まあ、その格好のですね、まあ、効果的な破壊打撃のための、分析ツールを、まあ、期せずして上げてしまっているわけですね。そしてこの小野寺さんもさすがにさすがおっしゃってる通り、欺瞞工作とかいろんなことにも使われかねないわけですよ。ということも含めて本当にきちんと、管理を徹底してくれと思います。そう、管理を徹底するところが、そのチェックがね、なかなかできてない。法律はある、だけどちゃんと運用されてなければもうザル状態ということになりますね。まあ、日本のね、この自衛隊の車両も超超優秀ですよ。まあ、民間の車両だってね、優秀ですよ。まあ、とあるテロ国家の映像を見ると、昔のダットさんとかね、日本の車両がもう40年近く1回も車検を受けてないのに、まだ大陸をガンガン走り回ってるというような状態なんでね、まあ、こういったことはね、ちゃんと運用されてるかどうか、厳しい視線で見ていかなければならないと思います。はい、皆さんありがとうございます。1800人を25分の段階で、超えさせていただいておりました。本日も15分ありがとうございます。延長して22時45分まで一般公開ライブをお届けさせていただきます。はい、では6番参りましょう。そして合わせて7番、これ副団長のツイートなので、解説コメントお願いします。はい、まず、6番ですね。これ日経新聞の、まあ、日経新聞はですね、ちょっと、まあ、ヒンテゴリンな、なんだろうな、思惑を持って記事を作るところなんですけれども、まあ、農家が8割減る日、主食は芋、国産ほうれん草消滅って、まあ、この見出しの通りで、まあ、これはちょっと会員登録しないと全文あんま読めないような記事で申し訳ないんですけれども、まあ、いずれにせよ今のままだと、もうどんどん今農家本当に高齢化してですね、若い人が、まあ、告げるような状況じゃないんだということで、まあ、このままだと、もういろんな野菜とかいろんなものを作れなくなって、主食は芋になってしまいますよという、まあ、警鐘を鳴らす記事ではあるんですね。で、その後の結論の持ってき方っていうのがまあ心配で、だから外国人を入れましょうじゃダメなわけなんですけれども、まあ、これについて、まあ、私は、まあ、ツイッター探偵団で前にご質問もありましたけれども、食料安全保障という考え方をとにかく基礎に置かなければ、農業問題は解決の方向には向かいませんと。まあ、はっきりは解決に向かいませんと言いたいところですけれども、まあ、短い言葉の中でいろいろ誤解を受けてもいけないので、解決の方向にというふうに、まあ、ちょっと柔らかく申し上げましたけれども、要するにこう、グローバルウンタラとかです、グローバル化とかですね、市場経済でとかですね、そんなことを言っていては国民の、まあ、食料安全保障、きちんと有事の時にも、国民に、食料をきちんと、確保するという、その平時からずっといろんな努力をしないと、突然有事になった時にですね、何かが起きたから、小麦売ってちょうだいとか言ったってですね、そんなものをパッと日本のために自国を犠牲にして、あるいはそれまでの、高く買ってくれる相手とか、そういう相手に、優先して日本人を助けてくれるわけはないので、きちんと平時から、国民が食料安全、保障を
お金をかけてやるという、体制が必要ですということですね。お金をかけてやるっていう点においては、以前あの副団長、あの最低保障価格の話されてらっしゃいましたね。ちょっと短く解説していただけますか。はい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 、まあ、その今の、市場経済 だとか言うとですね、やっぱりこの、大規模に機械化した、真っ平らなところでやってる、農業とかですね、あるいはもうむちゃくちゃあの人件費が安かったり奴隷労働させるような、ところで、農業生産をやっているような、農産物とですね、でそしてあるいは、ジャブジャブとこう日本では禁止されているような、農薬とか、化学肥料とかぶち込んでですね、あの得体の知れないような作物を作るような国の農産物と、もう真面目にですね、安全性の高い食料を生産している日本の農業の産品が値段で競争して勝てるわけがないんですね。ですから自由競争というのをこの分野に当てはめるのは本当は間違っていて、あのアメリカですらですね、もうむちゃくちゃ農業には補助金をぶち込んでいますし、それ EU も同じなんですね。そういうことも含めて、まあ、最低価格保障とかそういうことをすることによって、その、日本の、その、農家あるいは水産事業者、林業をやっている人がちゃんと事業を継続できるだけの基盤は確保しなければいけないという、まあ、食料に限らずですね、まあ、昔からの三方よしって言葉がありますよね、つまり作る側もいいものを作って、高く売って、高い利益を上げて、そして使う側、食べる側、買う側もちょっと値段は高いけれども本当にいいものを買ったなと、そして、その周辺にいる方々もみんな潤っていくと、ただただ安かろうよかろうという概念がやっぱり中国が世界の工場という名のもとですね、ただ安い、ただ安いと、メンテナンスはしっかりしてないし納期も守らない、ね、壊れやすい、こういうところをね、やっぱり日本もちょっとこう見直し言いながらね、三方よしのそういうこう商いをしていくということを考えながら、あとはやっぱり安全保障の概念もうちょっと整理した方がいいですね。そうです、食料安全保障だいぶ定着してきましたね。あと経済安全保障、これも定着してきました。エネルギー安全保障、そしてまあ外交安全保障、あとはまあ、文化安全保障っていうのは実はあの山谷恵里子さんがあの提唱してる、まあこれはまだあの新聞で活字になかなかなってくれないわけですけども、まあロシアがねあんだけ経済で金融制裁受けてもね、国が積んでいないのはやっぱりエネルギーと食料を自給できてるっていう国はやっぱり国力はとてつもないですよね。こういうこともね、あのウクライナに対するロシアの侵攻問題、経済制裁がね効いてはいるけれども、だからといって国が滅びることはないと、食料安全保障本当に必要ですね。はい、そうです、文化もやっぱりね必要だと思うんですよね。